こんにちは。この動画は東日本パス1日目の午後編の動画です。午前中に北陸新幹線と常磐線の日立3号を利用し、長野から仙台に移動してきました。昼食は仙台駅のエスパルで牛タンです。仙台駅のホームに上がってきました。3本目の列車はやまびこ144号です。E5 系増備に伴って数を減らしている E2 系に乗っていきます。停車駅は福島、郡山、宇都宮、大宮、上野、東京です。福島に着きました。翼144号との連結を見ます。1編成しかいないリバイバルの E3 系が来ました。ここからは山形新幹線に乗っていきます。大きく左にカーブしながら福島を発車します。板谷峠の手前までは高速運転です。まもなく終点新庄です。大船新庄に着きました。山形新幹線を勘定しました。5本目は陸羽東線に終点の小言まで乗っていきます。実は今日初めての普通列車です。終点小言に着きました。陸羽東線を勘定しました。ちなみに陸羽東線は JR 東日本で一番輸送密度の低い路線です。そしてすぐに古川に U ターンしました。そして E5 系のやまびこに仙台まで乗りました。1日目は仙台までです。本日の行程です。ご視聴ありがとうございました。